日本航空の再建についてのお話を伺ってまいりますえ、2024年の1月19日にこのスタジオで収録をしておりますが米山さんちょうど今から14年前同じこの1月19日がはい破綻したその日なんですねくしくもですねそうですね今日はまあ非常に深いところをお話を伺ってまいります えー、その日本航空へ、まあ、稲森さんと共に行かれるわけですが米尾さんはどのタイミングでどんなふうに声かけられたんですかあのこの日、ですね実はあの三田の社長と酒飲んでまして京セラ三田の、はいええ、で居酒屋で飲んでたらあのテレビでニュースで流れてるんですね稲森さん出てくるし。 あの太田さん森田さんと京セラの僕の先輩たちも出てくるし、はい、京セラ三田の社長が「与山君ひょっとしたらひょっとするかもしれへんぞ」<laughs> と一言なんか意味深なこあの言葉があったんですねまあ酔っ払ってのことなんでああどうせこのおっさん酔っ払ってるんだろうと思って家に帰ったら夜中の12時前くらいにメールが飛んできまして。 またひょっとしたらひょっとするかもね」ってメールが社長から飛んできたんですねその社長は、えー、京セラ三田の当時の社長ですけど、はい、駒口さんとおっしゃるんですがでえっ、ー、って思ってその何日か後に、えー、まあ京セラグループって組合と幹部ってあの仲いいもんですから。 組合員全員の東京の組合員全員とそれからあの役員とで新年会やってたんですでその時に会長が来られててですねあの三田を再建されたあの関さん、うん、え関浩二さんですけれども、まあ、一緒のテーブルで酒飲んでたらいや米山君これから君の時代だよ君たちの時代だよってはあって言ったらいや 関さんジャル行かれないんですか?」って聞いたら「いやもう君たちの時代だから僕は行かない」でだんだん不安になってきたんですね。でだんだん不安になってきて、えー、でも何も及びかからなかったんですよ。うん、でちょうど1月の終わりに、えー、私はあの三田の役員でなおかつあの三田ジャパンって販売会社の 務やってましたので数字ずっと見てたら何とか10年間赤字だった会社が黒字になる私があの役員やって2年目ですよね1年目はあのちょうどリーマンショックでさすがにあの黒字にできなかったんですけど2年目であ「あしめしめこれで黒字になるな」と思って酒を部屋で飲んでた時にえー 森田さんから電話がかかってきて「お前の会社どうや?」ってまず一言目がこれだったんですね。あの元部下ですから正直に「いやなんとかおかげさまで黒字にすることできそうです」たらいやそうかじゃあお前のミッションもう終わりやな。来ました来ました。来 「<laughs> <laughs> <laughs> 考えてくれへんか」とかっていう言葉も何もなしにジャルい,い,いな、はい、まあ京セラに入社されてすぐにもうあちこち飛んでいったというお話はお聞きしていますのでそういう会社であるということは分かるんですが、まあ、もちろんあの稲森さんもあの最初から快諾ということではなくてそこまでのプロセスっていうのはあったかと思うんですけど結局京セラから。 jal には何人行ったことになるんですか？えー、私が4人目でこれが最後でした。ですから、わずか,わずか4人です。はい、それで。まあ、この後お話を伺いますが、あっという間に最上場まで果たすというのが一体どういうことだったのかと思うんですけれども、最初そうやって呼び出されて、日本航空の本社に行かれたわけですか？ えー、そこでの印象というのはどんな会社っていう感じでした。やっぱりエリート集団でしたね。でエリート集団っていうのはあの特に総合職の方がやっぱり支配層でおられて、で、えー、まああのいわゆる現場っていうのはほとんど子会社なんですね。ですから子会社のあの皆さんっていうのはもうその本社から。 言われたことを永遠とやっているっていうそういう会社でしたね。あのパイロットと CA はこれあの航空法の関係からあの直接雇用なんですけれども、それ以外は整備は JAL エンジニアリング、それからあの空港業務は JAL スカイですとか、あのそういう子会社が運営するでそこのあの 経営のトップっていうのは本社の,あの役員だとかそういった方があの幹部社員が固めているってうそういう経営の体制でしたもう本当にエリートだなと思いながらあのみ見ていたというか入っていったんですけれどもしかしまあもう日本中がびっくりするような経営破綻の仕方をして、えー、2兆3,221億円という。 負債を抱えての破綻だったわけですが、そういうその危機感というか、えー。自分たちは会社は潰れたんだっていうような感覚は、なんか感じられるような雰囲気だったんですか。あ、それはありましたね。あの、まあ、jal の本社に。これは、あの。まあ、当然、会社更生法適用されていくわけですけれども。あの。 株価がゼロになって紙切れ1枚になってますから弁護士と JAL の社員がそうですね全部で100人くらいですかねあの電話の,あのコールセンターに詰めてましてまあいろんなクレームが入ってくるわけです。そそこにあのそれもあのいわゆる 日本航空の関在人質というところが仕切ってたんですけど、私はそこにまずは入ったんですが、あのまあ弁護士と JAL の社員があの電話を受けてちょっと危ないなっていう時には弁護士の方に回すみたいなことをやってました。あのすごいなと思ったのはあの何が積み上げてあったかってこれこれ大丈夫です言ってもねあの暴力団のあの。 名簿というか冊子があるんですあの組長が誰で若頭が誰で写真入りで全部載ってる冊子があるんですねそれがとにかく至る所にあってあの行くと山口組何代目とか若頭が誰でこれで名前チェックしてやばいと思ったら弁護士の方に回すっていうそういう非常にあの怖いことやってる部隊もいましたね。 まあ,ある意味123便ではないですが大事故を起こしてこう会社全体で対応するみたいなそういう体制が組まれたんだと思うんですけどもでまその再建チームとして入っていかれたところでこれはあの都市伝説かもしれないんですが稲盛さんが「 役員の会議の時に弁当をぶちまけて「お前らこんな豪華な弁当食するか!」って言ったとかっていうようなそういう雰囲気はあのぶちまけるっていうことはなかったんですけど<え>まあ最初行った時にあの土曜日の日に役員会やってましてもう,もうその日あのその頃って休みもないような状態ですからあの役員室に全員集まってそうすると。 結構豪華なお弁当があの出てきててそれに対してやっぱりこれはあの稲盛さんって必ず弁当の値段聞くっていうのはですから年に一度あの創立記念式典やって社員全員にお弁当を出すんですけれども、まあ、その時に稲盛さん行った会場では。 弁当食べながらこれ「いくらや?」これいくらやと聞かれて答えられなかったら「お前バカか!」って,てあの工場長は叱られるっていうあのですから必ず値段っていうのはあの把握をしてましたけれども確かね最初は秘書があの手配してっていうで経営感覚がないっていうお叱りはされたんじゃなかったかなと思いますけれども。 でまあ、実際稲盛さんはあ、まあ、短い期間だったかもしれませんけれど本当にジャルへずっと行かれて、えー、ホテル住まいでコンビニのおにぎりを食べながら書類に目を通してっていうのはやっぱりそういうことだったんですかね。あのお昼ご飯はんは、えー、牛丼がお好きだったんで結構牛丼を秘書の子が買って届けてたような感じです。それと行った当時はあの 実は社員食堂があってで社員食堂でよくお昼ご飯んをご一緒したりとかってやってました。それは栄養補給というだけではなくってやっぱり社員の顔というか雰囲気を見るっていうこともあったんですかね。稲森、はい、さんあの結構社食には京セラ時代もあの来られてて、まあ、いろんなところで食事されておいしいまずいも含めて。 あのいろんなご意見頂戴してましたから、まあ、そこも含めて皆さんの顔を見ながらっていうのはあったんじゃないかなと思います。で、まあ、よく稲森さんが行かれて JAL を変えたという部分でその心の経営の部分が、まあ、ニュースにもなりやすいですしもちろんベースにあるんだとは思うんですけど心の部分だけで当然 あんなに早く経営が立ち直るわけでもありませんので、係数の部分がきっちりしていて仕組みがしっかりできたからだと思うんですけど、どうですかね？その割合的に言うと、その数字の部分とフィロソフィー心の部分とで言うとどんな感じなんですかね？割合っていうのは難しいです。けれども、両輪だと私は思っているんですね。あの。心の部分がやっぱりベースにないと。 何をやってもあのうまくいいかないだろうでまずやっぱりあの心の部分フィロソフィーっていうのを本当にあの大切にされながら役員幹部にといてでそれがあの社員全員にこう浸透していくっていう中に今度経営システムとしての部門別採算制度っていうものがあの出来上がっていくっていうあの作られていく。 で運用されていくっていいうこととだったと思います、はい、でまあ皆さんが行かれたということはまあ破綻したわけでその破綻の原因が何であるのかっていうようなことはもう,もう一目瞭然みたいなことだったんでしょうかそれは中へ入っていかれてあるいは JAL の人たちはその破綻の原因っていうのをちゃんとその段階で把握されてたんですかねあの していたと思いますそれは JAL の,の人たちっていうよりもあの当時の企業再生支援機構さんがやっぱりあの中に入ってご覧になっていますからあの破綻の原因っていうのはもう一目瞭然だったと思うんですけれどもねあのやっぱり日本航空っていうのは、えー、フラッグ シップキャリアフラグキャリアなのでとにかく公共交通機関としての役割を徹底して果たすだから赤字ででも飛飛行機飛ばすんですんねあの要請されればあの赤字でも飛行機を飛ばしていくっていうことそれからあの基本的には日本航空は当時747世界で一番保有していた。 あのエアラインですからあれってお金すごくかかるんですよ、うん、運用の、ねはい、のものは、ね、そうですねだからそれって何かっていうとやっぱりあのジャンボが飛んだのって1970年代だったと思うんですけれども、はい、いわゆるこぞって、えー、海外に旅行に行く、まあ、当時小森さん覚えておられると思いますけど農協が。 ツアーでドンとハワイに行こうみたいにジャルパックで結局それを前提にあのとにかくあの大型輸送機を導入していったっていうのが70年代ですよね個人のお客さんじゃなくて、はい、団体でドンと,と運ぶという機と。えーえー そこから抜け出せなかったんじゃないかなと思うんですけれどで確かにあの団体客運ぶっていうとあのお金にはなるんですけど収益性がどうかっていうとちょっとまたこれは別の話ですよね。それからあのまあいわゆる航空運送事業とは直接的に関わりのない事業に手を出していってたまあ一番有名なのはホテル事業。 だったりすするわけですけでれどもあのこれがちゃんとしっかりガバナンス聞いてればいいんですがあのまあそこの,あのそれぞれの子会社のホテルが、まあ、あまり採算意識なくてあてすごくあのコストの高いあの部屋の作りをやってみたりとかってそご全然あのガバナンス聞いてなかったですね。 で結局高いから売れなくって、えー、部屋は素晴らしいけれども誰も入ってないみたいなそういうういいいい部屋がたたくさんあったというふうには聞いていますねそしてまた、まあ、日本の47しかない都道府県の中に空港がどんどんできていってでそこにプロペラ機しか飛んでないのが滑走路を長くしてジェット機飛ばせ、まあ、これは多分全日空も同じような構造はあるんだと思うんですけど政治家の一声みたいなことがあったんでしょうね。うん まあその辺でやっぱり国策企業でだからまあそういう中でエアラインそのものの路線を縮小するっていうことそのものができずに赤字を垂れ流しながら一方でホテル事業だとかそういったものに手を出してその事業そのものが赤字になっていく。 全体として日本航空の経営が悪化していったまあそんな構図じゃないかなというふうには思っています。先ほどお話ありましたようにその本社のエリートとそしてまあ現業部門の人たちのとあるいは労働組合がもう本当にたくさんあってというようなことがまあそこまでにも日本航空の経営に大きな問題になってましたけれど。 行かれた時点ではそのあたりの反発とか混乱とかというのはいかがでしたか。いやそれはもうありましたね。ただ行ったばっかりはそうでもなかったんですよ。ただあの再建再生していく中でやはりあのリストラをかけましたから、えー、不当な解雇だっていうことで組合からの反発っていうのはありましたし。 まあよくあの本社の前でピケ張られてっていうようなことはありました。あのだいたいあの騒いでるっていうのは品川駅江南口か日本航空のあの本社前かだいたいその辺であの騒いでおられますね。人目につくところで。うん、でもやはりまずその出血を止めなければいけないという。 外科的なところですよねここはまあどんな会社の再建でも最初の手をつけないといけないところですもんねそうですねだからあの僕はあのよく企業再生支援機構の皆さんってあのしっかりやられたなと思っているのはあの航空運送事業にとにかく集中するということそれからそれも旅客あの運送事業 あの貨物の方はともかくあの旅客運送事業の方にあの資源を集中していくですからあのいわゆるコンテナ便といわれるあの貨物便は全部なくしていく方向でえ舵を切っていただきましたしホテルなんかも全部あの売却をしていくっていう形であのとにかくそぎ落としていく作業っていうのは 彼らがしっかりやってくれたっていうふうに思っています。ということはまあここまでのお話で言うと割にこうシンプルな原因でどんどんアップデートできなくて破綻に近づいていって万歳してしまったのでえ何をやらなきゃいけないかというのもまあ割に分かりやすい <laughs> できるかどうかは別としてかか、うんうん、かりやすすいででねあのメーカーカななんかでこう技術が追っつかなくて。 あのマーケットから締め出されていくっていうのはこれ結構厳しいものがあると思うんですけれどもそうではなくてあ,のあくまでサービス業ですからどこに集中すれば利益が出るのかっていうところは分かっていたというふうには思っています。でその例えば役員会なんかに出てくるようなレベルの人たちはどうもその辺りを分かってこう。 すっと動いてくれたんですか当初あの動いてたと思います。でもう弁護団あ弁護団というよりもあの当初、まあ、私が入った頃っていうのは、えー、企業再生支援機構のメンバーそれから、まあ、ここはあれですよねあの事業管財人それからあの 法廷会員罪人、これ片山先生っておっしゃるんですけれど、それからあと銀行団が入ってたんですね。銀行団の日本政策投資銀行だとか、そういったところからあの役員クラスが来られてましたので、あのその辺でもうどこを削るっていうのは有無を言わさずやられた感じはします。はい。で、米山さんたちがその第一弾として 手をつけたところその外科手術は別としてでいうとステップ1は何からですかステップ1はですね、えー、ちょうど5月だったんですけれども3つの施策があったんですねで1つは稲森さんを中心にしたフィロソフィーの教育あの役員幹部に対してのフィロソフィーの教育それから2つ目はあのたまたまなんですけれども、えー、たまたまって言ったら失礼だな。 日本航空が経営するためのいわゆる管理会計のの仕組みいいうのは持っていたんですでこれ経営企画が持っていましたんでその資料に基づいて月次の会議をやるということをいわゆるケースを中心にした月次の会議をやるっていうのが2つ。3つ目は5月にあの若手 若手って言っても中堅どころですね。だいたい三十代から四十代前半くらいのメンバーを三十人くらい選びまして、あの経営改革組織改正プロジェクトっていうものを立ち上げたんです。で、これがやっぱりあの大きな三つの動きだったと思っています。で、それまでって、ね、私今言いましたの三月で。えー 3月4月ってとにかくずっとあの組織がどうなってるのかみんながどう動いてるのかっていうのを必死になってあのモニタリングをしていたそういうあの時だったので、えー、それで、えー、5月からあのグループの業績報告会っていうのを立ち上げたんですね。あのまあ、この3つが大きな 回目の施策だったというふうに記憶してます。しかしまああの最上場までがあれだけの短さなんで、割にこの記録などを見せていただくとトントンとなんかステップワンがいってるようにも思うんですけど、最初はそんなに簡単にはいかないんじゃないですか。いやー不思議とですね、数字を数字で語れというと皆さん。 ちゃんとさすが賢いなと思ったんですが数字で語ることができるんですねただあの報告がやっぱり経営じゃないあのこうなってしまいました以上終わり数字が悪くてもこうなってしまいました以上終わりをやっぱりあのそういったところを指摘されながら あのとにかくグループの業績報告会っていうのを運営していくあの月に1回だったんですけど4日間5日間くらいかかりましたかね最初は朝から夕方まで事細かに聞いていくっていうよりも話をすると時間関係なしに役員幹部の皆さんが話されるんですよ。ですから当初のスケジュールと関係なしに どん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 後ろにずれていって、それが翌日送りになっていく。時間間隔もやはり、ちょ、ちょっと違うな。うん、そのオペレーションとしての定時運行とは別に、はい。会社の中の時間がそこが。時間当たり採算なんて関係ないです、ね。もうもう関係ないですね。あの。時間通りに開業やるのがいいことかっていうと。あの、必ずしもそうではないんですけれども。うん 少なくとも自分がしゃべること話をすること、まあ、あの役員の皆さん役員幹部の皆さんに何を伝えなければならないのかっていうのがなかなかやっぱり明確にされていないあのそういうところからスタートしました。で一方でその稲森さんの その心の部分というかフィロソフィーのところはまああの実際にずっと一緒に行かれてたわけではないと思うんですけれどその部分は割にこの砂漠に水が吸い込むような感じで浸透していったんですかねいやどうでしょうねあの反発もあったんじゃないかなと思うんですけどあのそうですね一番最初にえー 100人くらいのメンバーを選んだんですけど当然100人ですからあの役員プラス部長さんクラスで選んでくれと言ったらここでも反発あったんですよ実は。部長クラスを全員集めないとそれから漏れた人間はあの自分は落とされたと思うだから全員集めないとダメだみたいなことをおっしゃる方もおられましたけど。 物理的に100人くらいしか入る役員会議室っていうか役員懇親をやる会議室があったんですけれどもそこをそのくらいしか入らないもんですからもう100人に限ってくださいということでこれは大西当時の社長が仕切ってもそういう反発があってもまずこの100人でやるっていうことで選ばれた感じがしますね。 あのまあ、幹部教育などをはじめそのステップ1のところが2010年破綻の年の,その5月6月ぐらいのところで一つあって、はい、でもう7月以降は第2ステップに入っているというようなのはかなり早いのかなというふうにも思うんですが。はい、まあ早かったことは早かったですね。あのやはりあの 日本航空のいわゆる教育研修をやる部隊っていうのがずっとこのフィロソフィー教育あのリーダー教育って言ってたんですけれどもリーダー教育に対して積極的にやっていただいてでその中から JAL フィロソフィーを作ろうっていう機運がまあ彼らが作っていって JAL フィロソフィーをこう作っていくこのステップに入ったのが大体7月くらいになってた。 というふうふに記憶していますで私はどちらかというとあのフィロソフィーの方じゃなくて仕組みづくりの方だったんでこれは実はあの5月の末にですね、えー、当時私は京セラコミュニケーションシステムの役員にあのたまたまというか JAL 行くのでなってたんで、えー、そこのシステムエンジニアたちそれからコンサルのメンバーたちを集めて 実はあの要件定義書を作ったんです。これ JAL の人間が作ったんじゃないんですね。あの我々で作っていったんです。で、もう私も時間なかったもんですから、あれは金曜日の日だったか木曜日の金曜日の日だったと記憶してますけど、金曜日のまあみんなの仕事持ってますから、夕方の六時くらいに集めて。 で10人くらい集めたんですけれども共産ラコミュニケーションシステムの,あの役員会議室に全員集めて「で今日は仕様書作るからでこれできるまでお前たち返さない」<laughs> と言ってですねあの弁当を差し入れて明け方の4時か5時くらいにほぼほぼあの。 作り上げたんですさすがコンサルの舞台とシステムの舞台なんでそれを作るの得意なのであのそうやって作って作り上げてあのまあ修正をかけながら6月にこの仕様書で見積もりを取ってほしいっていうのをやったんですね。 第二ステップにも入れる状態に入っていたっていう形ですと同時に5月6月で組織改正プロジェクトでずっとアメバ系部門別採算制度っていうものをその30人の皆さんに週23回ディスカッションをやりながら講義をやっていったんですけれどもその時にそうは言っても数字がどうなるの いいうのののが必要だっったのでで JAL、えー、全体シシミュレーションってなななかかきないんです。で、一番手頃だったのが貨物郵便の,あのいわゆる JAL カーゴと呼ばれている部隊の採算だったら何とか出せそうだっていうのでそこでシミュレーションをずっとやってこういう仕組みだったら皆さん受け入れられますかっていうような話を実はしたんです。 で最終的に7月に組織改正プロジェクトの投信投信どっちですかね投信をやって役員会の方に。でその時にその投信と実は CO 書とがちゃんとこうマッチングするように持っていってそこからあの仕組みが動き始めるというかあの仕組みの開発が始まるっていう形になりました。 ま短調の,の部分だと思うんですけれどあの人間こう長いものにまかれろというか、まあ、うちの会社はこうなんだよっていうところにあっという間に新入社員も慣れていってしまいそんなもんだと思ってやっていく部分とでもやっぱりどっか心がざわざわするというかこれでいいんだろうかでもまあ昨日と同じ今日今日と同じ明日っていう部分と両方ある中でその皆さんが行かれて やっぱまあみんなどっかで気が付いてたんですかねそのこ,のこのままではよくないっていうことを JAL の皆さんもあ。それはもう破綻したっていうことそのものがショックですよね。もう絶対潰れるがわけがない国策企業ですからあの日本航空に入ればいい給料頂い,いて定年退職後はあの高い退職金頂い,いてあの 安定した生活が送れるという前提もっと言うと日本の中でもあの本当にあのトップ3とかトップ10くらいの人気企業ですからあのそういうところに入ったまあ誇りとそれから安心感というのはあったんじゃないかなと思います。ただ基本的にはやはり皆さん賢い方多かったですよね。 であのフィロソフィーの話でいうとその7月ぐらいからいろいろ動いても翌年の頭にはフフィィロソフィーがでできているわけですよね、はいはい、あの私もそっちの方はあんまり入ってないんですけれども、まあ、7月8月だったか合宿をやるっていうので皆さん集まられて金曜日土曜日やってみたりとかっていうことを。 やりながら、まあ、情報は入っていたんですけれどもあの、まあ、教科書が教セラフィロソフィーという教科書がありますのでこれを中心に自分たちの言葉に置き換えていくっていう作業それから自分たちの,あの特徴のある事業,業として特徴のあるところっていうのを教 中に入れて作り上げていくっていうことをあのされてました。そこでそのいや俺たちはメーカーじゃないんだみたいなところっていうのはもうなかったんです。フィロソフィー作りにおいてはなかったと思います。あの逆にあの五月六月くらいにまだまだ仕様が何もできてないときに時々言われたのは、うちはメーカーじゃないから。 いわゆる仕組みのところでは京セラってもともとアメーバ系部門別採算っていうのはメーカーとしての管理会計の仕組みですからそうですね時々とチクチクと言われたことはあります、まあ事業の構造がまあいわゆるどういうコストがかかるかと大きいのは燃油費それから機材費空港使用料。 もうこの3つであとは人件費だよねだからもうコストは決まってるんだであで「アメバ系の本なんか読むとあの「一生懸命みんなが努力してあのコストミニマイズに努めましょうね」と「売上最大経費最小」コピー代ケチったって知れてますよ0.0何パーセントですよそんなのケチってやってみたってしょうがないでしょ」みたいな話はあのよく聞いてました。 うん、それがその本当の意味で腑に落ちてくるというのはやっぱり一つ一つのそういう積み重ねがちゃんと業績回復につながるということが分かってきてということですかねあのだからコピー代を蹴散れって私言ったことないんですよねただあの面白かったのは皆さんコストダウンに必死になって努めていくっていうことをそうですね一番最初に取り組み始めたのは整備の舞台だったと思います。 で整備の舞台が何をやり始めたかっていうとあのそれまで軍手をあの使ったら捨ててたのを家に持って帰って洗うとかそれからあの当然油なんか拭くので雑巾が必要だったりそれをもう自分が着なくなった下着なんかを持ってきてそれでその油を拭くみたいなことをやり始めたっていうのはあの整備の舞台が一番早かったんじゃないかなと思って ある意味そこまでやってなかった全くやってなかったことですから、うん、やりだすとまあそうですそうですそうですもうあの時々京セラミターのメンバーだとかあの会って飲んだりしてたんですけれどもあの当時ね関会長ですよねあの関さんが。 もう会長退任されたかな関さんとお会いした時に「米山君あそこは日本航空はもうずぶ濡れの濡れ雑巾だろう」って言うから「そうです」って言ったら「今日さらって乾いた雑巾まだ絞るけどあそこはギュッて絞ったらちょっと絞ったらいっぱい利益出てくるだろう」もうそれに近いことっていうのはあ,のありましたね。 地理つもじゃないですけれどもやはりそういう意識があのコストダウンにつながっていくんだっていうことが現場の方はやっぱり分かっていたんじゃないかなというふうに思います。ですからそのいわゆる原価の構造を変えられますかっていったらあの変えられないわけですよ。例えば空港使用料を 10%下げてくれなんていうことはよく言わんわけですねだからもう言われた通りに払わざるを得ないけれどもじゃあどのようにあのやっていくんですか例えばあの空港のグランドスタッフでショーアップするのだいたい5時くらいに5時前くらいにはショーアップするんですねあの羽田なんかだと皆さんタクシーですよね 当時は一人一人にタクシー。これが一人一人にタクシーではなくて、あの乗り合いで行こうねっていうふうに変わる。あの福岡なんかもそうでしたけれども、あの一生懸命運行経路をこう測って誰のところ行って誰のところ行って誰のところ行ったらいくらで来れるみたいなそういう計算やりながら、もう一円でも 安くコストしていこうみたいなのが始まったっていうのはこの2010年後半くらいからだんだんそういう意識が芽生え始めましたかね。でまあそういう一人一人がやるんだとやらざるを得ないんだというところからやるんだとなって結果が出てくるただ会社としてはそれをなんかシステマチックにというか構造を これまでとは違う構造を作っていかないといけませんよね。そのあたりはあの2010年の半ば以降というのはどんなふうなことをやってこられたんですか。あの実は組織の改正プロジェクトですから、組織をこういうふうにしませんかっていうので2案作ったんですね。で2案作ったっていうか2案提示したんです。一つはあの新たに路線統括本部まあ路線をあの管理するあの。うん 全体路線の収支を、えー、マネジメントする利益に責任を持つ部隊を作ろうねっていう案が一つだったんですそれからもう一つは航空機飛ばすのはあの必ず空港から空港ですから空港本部をあの収支の中心にしようかっていう案と二つ提示したんですがいや 空港本部はちょっとイメージが違うというふうに言われて、で、えー、路線統括本部っていうのを新たにあの作ってもらったんです。これはやっぱり大きかったですね。でそれが計画中心にいろんなところからあの本部長あの含めて。えー 集まっていただいて、そこが収支に責任を路線に対して収支の責任を持つんだっていうことで組織を作り上げた。たあのこれは大きかったですね。で、あの当時のまあ、いわゆる破綻した。当時の収益って部門別に見るとですね。あの営業本部に全部の利益が売上が集まるようになってたんです。収支の。 で営業部隊って1,000人くらいですからものすごく利益が出てるんですよ。<laughs> 人当たりで言うと <laughs> ものすごく利益が出てて片一歩であの運行客室え空港整備ってこれがあの生産部隊って呼ばれてたんですがあの運客風船っていうんですけどここはコストセンターでしかなかったんですね。だからコストセンターなので いくらのコストでしたっていう報告で、ここはバカにならないわけですね。もう西部にしても、空港にしても。あの客室にしても、まあ客室なんかもうほとんど人件費ですけれども。あの当時で五六千人。あの。市営の皆さんいたと思うんですけれども、で。三千数百人が。三千人くらいでしたかね、あの。パイロットたちがいてっていう、そこがもうコストセンターで。だから。 あの合算しないと会社がどうだったっていうのが見えなかったこれをちゃんと見えるようにしようねっていうので「右門別採算制度」を入れてあの路線本部っていうものが全ての利益を,のをあのいわゆる旅客運送事業の利益を全部見ていくんです。で空港だとか整備だとかあの運航だとかは一便飛ばすごとに。 えー、路線統括本部に、えー、コストをチャージしなさいそういう仕組みにしたんですねでコストをチャージするとそのコスト分だけ自分たちの収入になっていくわけですから何が起こったかっていうと自分たちが立てた予算よりコストをダウンしたらもともと予定コストであの路線統括本部の方に振りますからスプレッドが出るんですよ。 こここに利益がが出ていたこれがやはり一番大きかったですね安全性のことについて、まあ、もちろん事故があってはなりませんし日本国の場合は1985年の123便のこともあってというようなところでいやそうは言うけど安全のためにはっていうような反発とか抵抗はなかったですかありました安全と定時性ですね 安全と定時制に対しての反発っていうのはありました。安全はやはりすべてに優先する。だけど、あの、まあ、定時制も。あの、エアラインとしては非常に重要な、あの、ファクターですから。だからといって、無駄をやっていいわけではない。で。まあ、あの、当時。今の社長の赤坂さんと1時間か2時間くらいやり合ったんですけど。 いわゆる定時性まあ整備ですから定時性と安全性の責任を負っているわけですよねそうすると整備の在庫をたくさん持っていればいわゆるサービスパーツをたくさん持っていればすぐに対応できてそれは定時性につながるし安全性にもつながるからいいではないかっていう議論だったんですけど。 いいやいやそれを担保しながら在庫も減らさないと財務的にはもう破綻してるよっていう話をずっとやり取りをさせていただいたのであの、まあ、当時の日本航空っていうのはトレードオフっていう言葉が大好きであの在庫と整備在庫と定時制はトレードオフの関係がある。 だから在庫をたくさん持たないと定時制は担保できない」ってあのおっしゃった時に「うーんこいつら」って思ったんですが「<laughs> こいつら」と思ったんですがあんたも子供いるよねあのまあ私立のいい高校とか中学校って勉強だけ教えますっていうそういうところに入れるあの普通の普通 いい名門校と呼ばれるのは文武両道だとかいわゆるあの単に学問だけじゃなくて体を鍛えるとか社会に奉仕するとかっていうことも教えてるでしょだからいい高校なんだよね学校なんだよねでその時に「あなたの子供が僕には24時間しかないです」「勉強にしますか?」「スポーツにしてスポーツやって体鍛えますか?」 僕には24時間しかないから「あの勉強とスポーツはあのトレードオフの関係にあります」「お父さんどうします?」って聞かれたら「あんたどうする?」どっちもやれ」って言うでしょこれが経営なんですっていう話を差し上げたあの結構あのこの議論っていうのはそれ以降もあの稲森さんの前でもあの他の方がトレードオフの関係っていうのをいろいろおっしゃられましたけど。 結局経営の本質っていうのはあのいろんなところでトレードオフってあ,のあると思うんです、ね、お客様の言うことをいかに叶えてあげるかだけどお客様がお悪いけどこれタダでやってくれと言われたらお客様だからタダでやりますかもしくはコストが1,000円かかるものを悪いけど100円でやってくれって言われたら。 どうしますか「はい」と言ったらお客様カスタマーファーストになるけれどもだけど自分自身の会社がそれで潰れてしまったらもうサービスもできなくなるよねでここをしっかりとあのこの矛盾するところをちゃんとアウフヘーベンしていくこれはやはり一番大切なことだと思っている。 でやはりあの現場に行けば行くほどまたはあの安全性っていうものを指標にした時もしくは定時性っていうものを指標にした時に他のものはどうでもいいから定時性守ろうとか安全性守ろうとかっていうふうに触れてしまうとあの経営にはならないあのまあ一番最初のね日本航空潰れた原因っていうのも公共交通機関だ。 だからお客様がいて要求されるんだったら飛行機は赤字でも飛ばさなければならないっていうのはまさにあのそういうところで赤字で飛ばして結局日本航空は破綻しないはずだったのがしてしまったっていうそういうあの現実をちゃんとあの見ていただかないといけないかなっていうふうには思いましたけれどもねで。で 2010年が終わって2011年のところでもうそのフフィィロソフィーができましたできた時はもうじゃあ皆さんまあ自分たちの考えも入れて作られたものなんでスッと浸透していたものなんですかそれともまだまだでしたかいやこれはねスッと浸透しましたね。あの ジャルフィロソフィーとそれから企業理念を一緒に発表したんですね。でまあそれまでの企業理念っていうのはあのまあ社会に貢献するとかそういうことをこう書かれていたんですけれども JAL の,の企業理念は全社員の 物心両面の幸福を追求しっていう言葉から京、まあ、セ,セラの経営理念とよく似てるんですけれどもここが入ってきたこととそれから JAL フィロソフィーってやはり京、まあ、セラフィロソフィーもそうですけれども人としての生き方をしっかり書かれていたことこれはやっぱり大きかったんじゃないかなと思います。あのそういううういい教育とのは実は実あまりななされてなかったんだと思うんだ思ですね 一方このまあ社会の方からするとまあもちろん稲森和夫という人が行って京セラを作った人でその心の経営で全従業員のっていう京セラのフィロソフィーがあることは分かってまあいなかったのかなあの赤字会社で破綻したところがみんなに迷惑かけてそして外科手術して社員も辞めさせているところが全社員のっていうところで。 あのニュース的には何なんだみたいなことをね言う人もやっぱり当時ありましたよね。なんで全従業員なんだとお客さんのこと考えろよというようなね <laughs> そういうニュースの捉え方ありましかしまあもうその段階ではあ破綻から1年経って、えー、残っている人たちにはみんなあの全従業員。 それがあってこそのお客様であり取引先があるんだっていうことなんですよね。2010年の12月の十何日だったと思うんですけどもう私もテンパりかけてたんですけどあのその時の役員会で実はの研修部隊あの教育研修の舞台から JAL フィロソフィーとそれから 経営理念についいてての,あの議案が出てまいり例あの JAL ルグループは全社員の物心両面の幸福を追求しって言った途端にですねええー、財人のグループからもそれから銀行団からも潰れた会社が社員の幸福を最優先にするなんて何たることや。 世の中に受け入れられるわけがないっていう言葉が出たんですよ。ニュースだけじゃなくてもうあの一番最初の案が出てきたときにこれが出てきてで稲盛さんが「違う」と。社員が幸福じゃなくて最高のサービスなんて提供できるわけがないじゃないかと心からお客様にサービスをしよう最高のサービスをしようと思えば社員が あの幸福じゃないと、それはできるわけがない。だん、言われたんです。平行線です。一時間。一時間やりあって。で、最後にですね。大西当時の社長が。すいません。これ、僕に預からせてください。あの、今日も会議はこれで、あの。一旦、あの。結論出さずに、やめて、僕に預からせてくださいと言って。あの、あ。 どうなるのかな？などうなるんだろうと思ってたら、翌年の1月19日にあの？この言葉がそのまま出ましたんで、きっとあのその当時、大西さんとかがいろんなところに根回しをされたんじゃないかなというふうには思います。ただ、もう稲森さんもこの言葉から変えるつもりは一切ありませんでしたから、まあ、きっと稲森さんも含めて。 お二人で話をあの関在人の皆さんにされたんじゃないかなというふうには思っています。もう大激論でした。もう私なんかあの入る余地もなくてじっとじっと下を向いてあのあの皆さんのおっしゃることをうんうんと聞きながらあの一時間本当に。 まあ懐かしいといえば懐かしいですね。もう稲盛和夫の信念そのものですよね。会社経営のでおそらくそれがその破綻のした時にあの誤ったエリート意識のその本社勤務組とそうでない人たちのあの二重構造になってたところがまあその言葉で一つになるっていうことですかね。 あのそうだと思いますあのこの言葉でやっぱり一つになっていくやはり言葉ってすごく大切であのこの言葉は、まあ、私は当時あの本社部門経営管理の本部長でしたけれどもこの言葉はみんな大好きでしたねあの経営理念あの企業理念は。だからどうしてたかっていうとあの 週に私も何回かは朝礼をやるんですねあの日本航空ってあんまり朝礼の文化ってないんですけれども「あのモーニングカップやろうぜ」って言ったら皆さん話聞いてくれてあの週に2回くらいやってたんですけれどもその時もそうですしそれからあの役員会なんかでもこの言葉を昭和するっていうことを ずっとやっていましたやっぱりこれは大切ですよね。で安全は安全のポリシーがあったので安全会議の時には安全のポリシーをみんなで昭和するっていうようなことを普通にやっていましたけどこれどいい、ね、ちょうどその頃その経済圏の途上にあった現場をあの取材させてもらったりした時にですね えー、現場の CA さんたちの表情が、まあ、もちろんサービス業で日本航空の,その、えー、バッジをつけて飛んでるんですから無愛想な人なんていないんですけどそういうなんか表面的なところではなくってあの心からそれはあの登場する時に。 アメちゃんをもらう時のやり取り一つ、あのそのサンクスカードみたいなもののやり取りがあったりとかっていうところで明らかにこの辺りでもう変わったんだなという印象をあの乗ったりあの現場の人と接しててあの思いました。でただまあその、えー、会社のその運営の仕組みとかルールとか、えー、その辺りのところっていうのはまだ。 この2010年から2011年になったところだではまだ途上ですよねはいこの辺りではど,どういうところがポイント肝だったんですかねあのちょうど2011年の4月に、えー、部門別再産制度のシステムがカットオーバーしたんですあの結構大変だったのは3月に311ありましたので、はい、もうそれどころじゃないよって っていう感じだったんですけれども、まあ、なんとかシステムをカットオーバーさせて。新しいシステムで、あの。月次のグループ業績報告会っていうのを運営するようになりました。で、この時にですね。あの、何が変わっていったかっていうと。いくつか仕組み、あの、仕込んだんですね。それは何かというと。例えば。機内販売ってありますよね。今、まあ、国内での機内販売って知れてると思うんですけど。 あの一番あの機内販売やってるのはあの沖縄戦ですねあの羽田沖縄戦なんかだと普通に海外と同じように機内販売やっていただけるんですがあの機内販売の売り上げって一番最初営業部門についてたんですよ売り上げが,、うん、が営業部門についてたら CA の皆さん売っても売らなくってもどうでもいいことじゃないですか。ですよね。 これ国際線だってそうですよ、ね、だから彼女らは基本的には楽な方向を選ぶんですもうしんどいから機内販売ですって一回回ったらもうあとは回らないあのおそらく破綻以降2011年くらいからはめちゃくちゃ回るようになったんですよ。<laughs> いかがですかいかがですかもう,うるさい寝かしてくれっていうくらい。 彼女ら回ってました。それは何かっていうと CA の舞台に売り上げつけたんです。それだけで売り上げ上がるんですねそれから当然あの,あの商品企画ってもともと CA の中からあの大体課長さんクラスが選ばれてあのそういう商品企画の方に行ってたんですけれども。あの まあそういったところも含めて売りやすいものをどうしていくんだみたいなことをやっぱりあの議論していきましたしあの CA のまあ路線別あのエリア別っていった方がいいんですかねあのそこ別にあのちゃんと売上目標が立てられるようになったんですそうすると自分たちの売り上げ目標を必死になってあの上げようとしていくこういうことをやるようになりましたね。 あ,のあとはよく国内線でクラス J、はい、プラス1,000円でしたっけ、ねはい、今いくらか確かプラス1,000円のまだはずなんですけどクラス J の声がけが結構入るようになったのもあのこのこ頃からだと思っていてこの頃何が起こったかっていうとあの1,000円の 売上をあの当然路線統括本部路線の本部があの1,000円利益が上がるわけですけれどそのの一部分をコミッションで空港の舞台に返すようにしたんですあ<ー>そうすると何が起こったかっていうとあのゲートのところで飛行機が出るまでにクラス J を売り切らないとなんか気持ち悪いよねみたいなことを言うスタッフがたくさん出てきた。 それでも年間でいうと売り上げ数億円に上があの数億円くらいになるんですねあのたった1,000円でも、まあ、そういうことをあの皆さん地道にやるようになっていったっていうのがあのこの2011年くらいからですねいや自分が利用客として1時間の路線も2時間半の路線もプラス1,000円なんで、えー、1,000円ぐらいのことで何でんで ここんんなことをしてるんだろうみたいな感じでいたんですが実はその1,000円以上の効果をこう社員に与えていたんですねなるほどそれはまたあれですね京、えー、セラというメーカーの中でのやり方とは違うそのできるけどしかもサービス業でっていうところだからそ,、ねうんうん、そうですねだからあのこれ顧客サービスですか って言われたこともあるんですが、当時あの。国際線は荷物の重量が制限があって、確か。えー、エコノミークラスだと、二十。二十キロ、二十一、二十一キロくらいだった。オーバーしても。そのままスルーしていたのを。オーバーしたら、金取りましょうね。あの。お客さん、申し訳ございません。二十五キロでございますので。 っって言って言よよくありますよねその場で荷物を広げて手荷物にしてあのやるのをよくこう光景見かけるんですけれどもあのそういうことをきっちりやろうねであのもういいよお金払うからって言ってお金頂くんだったらお金頂こうねあのサービスですってこれはサービスじゃないとやっぱりちゃんと正しくチャージするのがあのビジネスでしょ。 ということでやるようになったりとか、これは大きかったですね。でその後ちょうど一年後にあのマイルの収益の仕組みを作ったんです。これちょっと複雑だったんで、実はあの2010年の12月にマイレージをどうするんだって稲上さんから言われて、稲上さんもうそれこそトレードオフなんですが。 システムのカットオーバーは4月です。要件ほぼほぼ今固まってます。今から教育に入ります。ここにマイレージを入れるんだったら。あの短くと、まあ半年後ろにずらしますか。それとも、もうマイルの件は私も当初の。あの要件定義から分かっていますけれども。ちょっとこれは複雑なので、あの。一年後に。 あのそれシステムカットオーバーさせますから1年間待ってお待ちくださいって言って1年間だけ待っていただいたの。であのこれはすごく良かったのはあのマイルの部隊がマイレージの契約を契約する部隊 JAL マイレージかなあの会社があってで路線統括本部の中にもマイルを。 あの管理する部隊がいてで彼らがあのすごく営業活動をやるようになりました我々は JAL ですからあの高級なものしか扱わないんです安いあの安いそんなところとやりませんビッグカメラ、はいうん、ビッグカメラ安売りじゃないですか我々はそんなところとマイナージの提携やりませんっていうのをどんどん取るようになります あれでジャルカードっていうのは JAL カードもそうですし JAL のマイレージっていうのはあのすごく皆さんから重宝されるようになってあのちょうどその頃ですかねあのイオンなんかもあのマイルやり始めたのだから非常にあのマイルで飛行機乗るっていうことがあの普通になっていったのとマイレージを再参加することによって何が起こったかっていうとマイルで乗ってくれるお客さんってコストでしかないんですね。 全体から言うと全体から言うとコストでしかないのでもう乗ってほしくないっていうのが以前の考え方だけどマイルをあの付与するとあのマイルが全部路線の舞台に収入として入っていく収益構造を変えてやることによってあのマイルのお客さんって 常連客だよねだから大切にしないといけないよねあのこういうふうに意識がだんだん変わっていったんじゃないかなと思っています。で当時ですねあの JR の EXJR 東海のエクスプレスカードあれが、はいえー、1,000マイルで、えー、グリーン車にアップグレードできたんですね。で今はそういういいことないですけれども当時 JR の,あの エクスプレスカードであのマイルを使って、えー、乗るとですね。あの車掌さんが女性のあのアテンダントの方がいつもあの新幹線をご利用いただきましてありがとうございます。って、必ず頭下げに来てたんですよ。だけど、jal はマイルのお客さんはタだで乗ってるから。あの？ んなのやんなくてもいいんだじゃないけれども嫌な客だみたいにこう思っていたのがやっぱりあの同じようにこう変わっていた。それが2011年12年くらいのこう変化かなというふうに思います。稲森さんね、いやマイルの説明性と言われて、いやあれマイルマって非常に複雑なのです。非常に複雑な仕組みをあの。 再三化するっていうのもまた大変だったんですけどそれを説明せいと言われてですね、JAL の部長さんができないんですよできないんですんであので米山さんすいませんあなたやってくださいって言われて稲森さんの前で2時間近くずっとこういう時がこうなっていいですか、えー、航空券が10万円だとします 10万円だとしたら、えー、10万円払っておしまいですよねでもあのマイレージクラブに入ってれば JMB に入ってれば JAL マイレージバンクに入っていればマイルが例えば100マイルつくんですと。で JAL カードに入って JAL カードで航空券買うとそこにプラス 50マイルついて150マイルがあなたのマイルになるんですこれを貯めていって航空券に変えて飛行機に乗ることができますまずここからスタートしなきゃいけなかったんですでその時に稲森さんようやくま隣にあの秘書だった太田さんがおられたんですけどあの太田さんの頭パーンと叩いてようやくわかった 清和塾のみんなが JAL カードで会社の機材あの資材を買いますというのが今ようやくわし分かったわでそれはマイルでいいただだくくんんけど1マイルいくらなんですでそれを航空券にしたら1マイルあたりの値段って値段が安いですからコスト的にはだからその部分は日本航空があの利益になるんですまで全部お話しして。まああの まあ、他他者使いみたいなのもありますよね、マイルの交換。そうですよね、アメリカがあってっていう、うん、そこも全部説明しまたよね。全部全部全部説明したんですよね。二時間くらいかけて <laughs> 大変でした。<laughs> 大きなその仕事の仕組みの変化っていうのもそうですけれど、今お話を伺っていると、もちろんあの成功例を成功した後に聞いているという部分はあるんですが、実に何か。 あの当たり前の人間の心理を使ってそれが相乗効果どんどんであれをやって成功するとこっちもだしいっていうねあの本当にあのそういうところっていうのはあのもう模範的なというか JAL のこう自ら改革していく。 あの力っていうのは素晴らしいなというふうに思いましたね。そうですね JAL 再建にあたってそのリーダーをどう作るのかというところについてはどのよううなことをされたんでしょうかやっぱりあのリーダー教育もずっと月に1回はあの羽田いわゆる。 成田この辺の,あのいわゆる東京地区って言ったらいいんですか東京地区の、えー、部長さんクラスが一堂に会して、えー、稲森さんがお話しされてであとその後懇渾身をやってっていうまあいろんなあの、まあ、テーマは与えられるんですけれどもそのテーマについて話をするっていう本当にあの 普通のまあ清和塾なんかでもやっているようなそういうあの教育がずっと月に1回、えー、ありました。まあ,あのよかったのはそういう中で自分の意見をいい人の意見をあの聞きであのどういう組み合わせかっていうのは全く分かりませんのでそういう中で、まあ、自分たち自身を磨いていくっていうこととそれからあの 単にリーダーってあのリーダーだっていうあの個人の,あのリーダーシップを磨けばいいということだけではなくてやはり仕事を一緒にやっていくわけですからそこの横のつながりみたいなものっていうのは結構で,できたんじゃないかなっていうふうには思っています。あのね十人十色ですからいろんなリーダーシップのやり方あるんですけれどもあの もともと羽田それから成田にしてもリーダーシップのある部長さんたちが多かったと思ってますので彼らがあのしっかり話をする自分の言葉で話をする自分の言葉でフィロソフィーを語るっていうことがあのしっかりできたそれがあの一つリーダーシップにつながるんではないかな といいう,うに思っていますあどの会社でもある意味リーダー教育というのはしてるわけですしまあ大元のところっていうのはまあそんなに変わるもんではないかとは思うんですが破綻した組織でリーダーをやってたあるいはその手前だった人たちが再生していく中でどうリーダーであるということを自覚それを共有するのか。 やはりあれですねあの自分がどういうあのリーダーでありたいのかまずこれが一番最初に来ると思っているんですね。であの今私はこういうことをやっています以上終わりじゃなくて私はどういうリーダーになりたいのかっていうことを語っていったっていうのがあのこのリーダー教育の中で一番大切だったことじゃないかな。だから だから私はこの言葉をこういうふうに解釈してこのように実行していくんですっていう決意まであのまあその場その場で考えながらあのやっていったっていうことじゃないかなとは思っているんですけれどもね。でまあいろんなこう階層の人がいるわけですけど、まあ、やはりその経営を変えていく特に今逆境を乗り越えていくという中でリーダーたちが リーダーとしてのこう意識を持つとかっていうところは大事だと思うんですがそこはまあすごく丁寧に仕組みとしてもあるいはそのまあ部門別採算制度の教育っていうのはもうあのグループ業績報告会くらいしかないんですけれどもあのもう一つ フィロソフィーの研修っていうのが四半期に一回全社員が受けないといけなくてでこれは面白くてですね大体670人780人くらいがあの羽田の,あの研修センターに集まって、えー、午前午後でずっと入っていくんですが。あの 基本的には役員も新入社員も同じテーブルに着くそれから、えー、いろんなところ、えー、整備の現場もいれば CA もいればあのパイロットもいれば、まあ、本社の人間もいればっていうところに、まあ、56人で1チームになってあのディスカッションしたり話をしたりするっていうそういうことをやってたんですけどね。 あのこの中でやっぱりいろんな意見交換があってあの改善していったっていうのは結構あるんですよ。で、えー、何かっていうとあの飛行機に乗るとちっちゃいお子様にあのちっちゃな JAL の飛行機のプラモデルなんかを配ってると思うんですけどあれって配り終わったらもう あの片付ければいいんですけど、まあ、旅客機ですから片付けるところってなななかかいんですねそうするともう配り終わったものってもう渡さなくていいわけですから、まあ、あのそ,のその残った在庫の前にグッと他の荷物を押し込んでいくとそうするとそれが全部壊れちゃうんですね。で壊れたら捨てるんですよ。 でそれ捨てるのもったいないからって JAL グランドハンドリングってあの手荷物を扱うようなあの部隊がいるんですがそこの人間が箱を壊れた箱を箱だけを発注して詰め替え作業をやってまた載せるっていうことを地道にやってた地道にやってたで地道にやっててそういう話がその研修の中で。 たたまたまそういう話があったらあのそれを聞いた CA があの、まあ、客室本部に戻ってこういうことをやってるから私たちこの手荷物の,そのお土産の扱いをもっと丁寧にしましょうっていうだけで、まあ、コスト的には全然変わってくるわけですねそういったことを地道に皆さん現場でやるようになっっていた。 それも含めてあの各本部が収益に対して責任をこう責任を持つというか関心をまず持つそれから改善の改良改善を地道にやっていくその中で自分たちの収益をどうやって上げていくかっていうことにだんだん気が付いていったっていうふうに思っています。あの会議のあり方とか まあ、もちろんあの意思疎通がちゃんとできてないと安全の問題もあったりはするわけですが、えー、破綻、まあ、前はご存じないと思いますが JAL の会議のやり方とかではこう変わったっていうようなことはあの役員会で面白いなと思ったのは、まあ、当然プレゼンテーションがどんとこう表示されるんですね。で そういう中であの役員が発表されてるんですけど何をどういういうに話してるののか分からんのですよ、まあ、我々もこう資料をもらって、まあ、前見るかこうもらった資料何ページ話してるんだろう時々時々めくって「あれおかしいな」で「これ何で?」って言ったら「あのいや米山さんね京セラとジャルの文化の違いです」って言われた。 今日さらではあの、まあ、稲森さんへの報告もそうなんですけどまず1ページ左上をご覧くだっとこう文章を読んでいって稲森さんの顔を見ながらこう読んでいくんですねそうすると稲森さんが「あっ待て」「待て」って言われたらじっと待って「あ分かった」「続けろ」「続けなさい」って言われるとまたこう読んで そういういやり方で京セラの,あのまあおっきな会議もそうですけれども基本的には原稿があって原稿をそのようにその通りに読んでアドリブは基本的にはやらないアドリブは基本的にはやらないでその代わりによくこう理解ができるように言葉を一つ一つやっぱり言葉を選んでいくっていうのが京セラのやり方だったんです。日本航空はプレゼンテーションプレレゼゼンンンンテテーーシショョ 私私の思いは私の思思いいはであの話されるからプレゼンテーションと違うこと言っててもあ,あれこれがやっぱりなかなかあのその当時はあの浸透しなかったっていうかまあ JAL と京セラっていうのは真反対だよねっていうで,でもやっぱり稲盛さんに理解してもらおうと思ったら左上から右下にずっと「 読んでいくだけでもいいからまずはそれをやらないといけないんだあのそういう話をしたんですけれどもやっぱりね日本航空ではこう自分でこうかっこよくしゃべる何書いてようか,かっこよくしゃべるっていうのを前面に押し出すと稲森さんからあのいろんな指摘がこう入ったりするんですね。でお前何,何言ってんんどこを読んだんじゃとか でお前この数字どうなったんや」って言われたら「は」で後ろのスタッフに聞いて「これなんだっけ?」ってこう,こういうふうにやってたでまあすぐに我々のやり方、まあ、京セラのやり方稲森さんのやり方っていうのをこう見習う役員の方もおられましたし、まあ、昔ながらの JAL のやり方もう最後はある本部の本部長が「 いつも稲森さんから指摘を受けるからあのそこのスタッフを呼んで「原稿書いてるか?」って言ったらいや一応渡してるんですけどあの自分の思うようにしゃべられるんですっておっしゃったんで「悪いけど俺全部原稿書いてやるからこの通りに読めこの通りに読めと米山が言ってました」って言って本部長に「渡せ」って言ってやったら稲森さん「うん。うん うん分かったまあまあだからそういうところもやっぱりねコーディネートしていかなきゃいけなかったってのがありますね <laughs> の個人的な部分ですがそのジャルへ行って米山さんの感じられたストレスとかそれの解消法とかっていうのはちょっと話が今飛びますけれどもどんな感じだったんですかいやーもうストレスはい 寝からら半年くらいは寝れなかったですねあのだい大体私あのまあヤシカ行った時もそうですし三田行った時もそうですし、まあ、いろんなところ行ってもかなりあのプレッシャーはかかってたんですけど大体いい眠れてたんですがあの、まあ、3か月くらいですかね最初の3か月くらいは眠れなくてもう。 かかりつけの医者のところに行って先生眠れないから睡眠導入剤くださいって言ってそれ毎晩飲んで寝てました。だから今でこそもうあれだけ短期で最上場を果たしてという結果を見てのことですがそこに至るまでは本当に大変だったと思いますね。あの数字のことで言うとまあそのいろんな工夫をして結果を出していく。 ただ、まあ、もっとなんか会社としての,その大元のこう数字の原則というか会計の原則的なこととかっていうのは、えー、みんなにはすっと浸透したんでしょうかあのマニュアル作ってましたね百数十ページのマニュアル作ってこれはあの主観は経営管理の部隊がやっていたんですけれどももともとの値決めの方法だとか というのは全部現場と我々一番最初詰めて作り上げたんですねですからあの自分たちの値ぎ目の方法いわゆるまあ共済でいうと社内売買日本航空でいうと協力対価っていうんですけれども協力対価の,あの算出方法等についてはあの彼らは熟知してましたし変更する時はこういうふうに変更したいっていうのはやってましたんで大体いい皆さん 分かっていたと思いますそれはその、えー、ある程度この経営の改善改革がなされている中であの分かっていったということなんですかいや一番最初に、はい、あの部門別採算制度をあの2011年の4月にセットする前に本部長込みでどういう値決めにしますかっていうのを話をしていきました。でそこにははつののハイフロジックっていうのは必ずあって あの実は整備でいうとあの航空機の整備って、えー、何に対して行うかっていうと一つはフライト回数なんですよ。であのフライト回数ともう一つはブロックタイムって呼んでましたけれどもあのフライトタイムなんですね。でジェットエンジンなんかはあのまあ車と一緒なんで。 あの飛んだ時間によって整備をかけていかないそれからランディングギアっていわゆるあの車,輪、ね、車輪の部分ですね、えー、これはフラ,イトイあのフライト回数なので1回飛んで降りるとこれで1回なんですね。でこの回数によって、えー、整備をかけていかないというだからそれの組み合わせで機,材別あの機種別に。 あの機種別にあのこれはどのくらいかかるっていうのを単価を決めていくっていう作業をやってました、ね、あの航空あの空港なんかもそうですねあの空港使用料と、まあ、あの旅客のハンドリングの費用でんだかんだって含めてあのこの空港ではあの飛ばすときにこれだけかかりますと。で着地したところっていうのはあまりお金かからないんですあの荷物をとりあえず出して。 お客様がそれを持って出ていくだけですから、もうそれはもう無視をね。だから飛ばす側でいくらかかるんだっていう計算しましょう。っていうそういうことをやってました。その稲森和夫という期待の経営者がまあ本当に最後の力を振り絞ってというか、あのそれで寿命が短くなったんじゃないかと思う。ぐらいのパワーをあのそこに注ぎ込んだんだと思うんですけれど。 あの、ど、どんな、どういうふうに、こう。まあ、京セラだったら当たり前のことが、なかなかできないジャルの中で。その意識を高めていかれたんですかね。あの、京セラよりも。フィロソフィーが浸透するのは早いんじゃないかなと、逆に私は思っています。それは何かというと、現場は。 あのメーカーの現場っていうのは相手は機械まああのその中の仲間あの例えば製造ラインであれば第一製造の仲間っていうのはいるんですけどそれ以外と付き合うっていうことはまずないしあのそこにあるものは機械とそれからあの組み立てるあの物品であったり材料であったりっていう中でのフィロソフィー。 だと思ってていところがやはり日本航空の場合には必ずお客様がそこにおられるわけですよそれはパイロットにしてもそうです CA にしてももちろんそうです空港業務にしてもそうですし整備にしてもやはりお客様と接する機会っていうのは製造人間なんかと比べると多くある。 飛行機が飛ばない整備であの飛行機飛あの今飛ばせないっていう時には整備の,あのトップが空港の整備のトップがやはりあの説明をして大変申し訳ございませんって謝らないといけないしそういう意味ではあのお客様と接する機会っていうのはたくさんあったと思う。だからたくさんある分だけ やはりあのリーダーシップもそうですしおもてなしの心っていうのもそうですしいろんなものが発揮できるあの機会チャンスっていうのはたくさんあ,のあったんじゃないかなだからこそジャルフフィィロソフィーの浸透っって本当に早かったんだと思いますでその中でやっぱりリーダーどうなら,あらねばならないのかっていうのも同じようにあの浸透していったっていうふうには思っていますけれど。も先ほどその 議論があったということでいうと、どんな議論があったんですか。うそうですね、もう十数年前のことなんだあんまり覚えてないんですけれども。あの、一番よく私仕掛けられたのは、採算取るんですか。それとも、いわゆる収益を取るんですか。お客様を大切にするんですか。この議論っていうのは結構ありましたね。ああ両方大切にしないといけないんだ。っていうところを。あの、理解。 していただくっていうのが、あの、うん。重要だったかなというふうに思います。まさにトレードオフ。トレードオフ、ねうん。どっちですか、トレードオフでしょうみたいな。実は話っていうのは、あの。あったと思うんですけれども。まあ、そういう意味じゃ、あの仕掛けられたっていうこともあるんでしょうけれどもね。<laughs> それが、しかし、両方なんだということを。 愚直にやっていくとやはり結果が出てくる。あのこれでいけるんじゃないかっていうふうに米山さん自身が思われたのはどのあたりのタイミングですか。あの本当に行けるなと思ったのは2 0結構早かったんです。本当に行けるなって思ったのは2011年の夏が終わって秋くらい。 おじゃあいい、ね、新しいシステムがその4月から始まって半年いかないぐらいのところで。はい、ああこれいけるっていうふうにあのシステムもそうですしあの経営もやっぱりあのそうだったんですけれど2011年ってあの3・11が起こった年ですから、はい、あのゴールデンウィークもそんなに人動かない。でゴールデンウィークも人動かないし。 あのまあ臨時便は当時5月なんていうのはどんどんあの当時あの山形空港に飛ばしてたんですね大阪から山形空港とか、はい、仙台空港があれいつでしたっけしば,あのしばらく使えませんでしたから、はい、で花見はもう花見なんていうのはもうあのできない。えー ゴールデンウィークの旅行もまずあの遊ぶの禁止じゃないですけれどもそういう感じでしたしやっぱりあの復旧それからあのとにかく避難されている方々をどうやって正確つまもっていくんだっていうところにあの救急となっていましたよ、ね、でまあそれ超えて夏から秋にかけて JAL の収益 っていうのが見えてきたときに、あ、これ本当にいけるかな。あの最初にこれじゃあ再生できるかなって私思ったのは、あの2010年の12月なんですよ。で、あのなんでこれ再生できるかなって思ったかっていうと、私日本航空嫌いでして、<laughs> 実は稲森さんも青い方が赤い方よりも好きっておっしゃってますで <laughs>、はい。<laughs> 実は119ちょうど14年前の,あのニュースが流れた翌日の朝に私は朝礼であの稲森さんが日本航空支援するというふうに発表になったけれどもあの同じ値段だったら JAL に乗ったら いいけれども、そうじゃなかったら安い方のレ。<laughs> 俺は花の方が好きだって。ええ、あのみんなの前で宣言したんですけれども。<laughs> まだ行かれる前です、ね。行かれる。行く前です。<laughs> <laughs> <laughs> あの。いや、そのくらいやっぱり、なんとなくね。つっけんどんというか、あの。門切区長のサービスしかしない会社だよな。っていうふうに思っていたんですけれども。 あのたまたまその年にうちの娘が大学合格しましてあの、まあ、12月だったんですけれどもあそうだそうだって1月に誕生日のもんですから何かプレゼントしてやろうかなと思ってティファニーの,あのネックレスをジャルビンの中で売ってたもんですから CA さん呼んでこれから あのこの辺で欲しいんだけどって、まあ、何種類かってのでそしたら「プレゼントですか?」っておっしゃって「あのいや娘がねあのこの高校卒業して大学あの行くのであのファーストペンダントをってやりたいんだ」って言ったら本当に親身になってあの見せてくれて「これが一番よろしいんじゃないでしょうか?」っておすすめされてあっ この人この一流かあの乗客にこれだけの時間使いながらあのサービスするんだっていうのがこう目の当たりにした時にあこれ日本航空ってあの再生できるかなっていうふうにあの思いました。それまでってまあ当時あの月に あの時は違ったなまだ月に1回も行ってないんですけれどもあの沖縄にその後毎月行くようになったんですけれどもその前で何度目かの沖縄出張でそういうのをこう話しててあー変わったなやっぱり現場が変わらないと事業の収益性って変わっていかないと思っていますのであ現場が変わったんだったらこれ行けるなっていうふうに 思いましたもちろんその聖地に計算された仕組みがあってそのルールのもとに運営をしていくわけですがやっぱり最終的には会社は人だと。で稲森さんはよくその強烈な願望をを心に抱くとといいうことをおっしゃいます JAL の皆さんもこの再生の過程の中でそれぞれそれぞれの立場でやっぱり強い強い気持ちで やっていくんだっていうところが、こう浸透していったということですかね。あの、そうですね。やっぱり皆さん。やっぱり。jal が好きなんですよ。jal が大好きなんですよ。あの。私、あのリストラの現場にも、こう立ち会ったんですけれども。だいたい五十代。くらいのね、ノンキャリアの。あの。 女性社員なんかがやっぱりあのリストラの,あの応募に対して答えて辞めていかれるわけですねでそれのいわゆる退職説明会っていうのが月に1回その毎月あるんですけれどもあの彼女らがまあ関西人室の若い、まあ、若いつっ,っても30代だったんですけれども「あ先輩辞めるんですか?」 って言ったらあの泣きながらあのあとは頼むねで自分が首になるんですよ自分が首になるのにあとは頼むねって泣きながら後輩に託していくこれがやっぱり日本航空の再建再生の一番の原動力だったんじゃないかなと思いますあのやっぱりあと頼むねって言って去られた 方々の分までやっぱり自分たちは頑張んないといけないっていう思いがみんなにあったんじゃないかなっていうふうに思います。もう離れられてかなりなりますがもちろんその間に世界の景気の変動であったりコロナであったりっていうことがあったんですが米山さんからご覧になって JAL はこのままとも大丈夫だというふうに思われますか大丈夫でしょう。あの やっぱり JAL フィロソフィーを信じてあの仕事をしているそれから生活をしているっていうことがやはり日本航空の一番の強みだと思っていますからそれを失わなければあの日本航空ってもっともっとあの大きくなっていけるんじゃないかなっていうふうに思います。あの部門別財産っていう仕組みは システムですからシステムはどんどんんんん変えていいいけるでですす言ったらいいんですあの悪く変えることもきっとあるのかもしれませんけれども仕組みっていうのはやはりこうその時その時の時代によって変えていけばいいかなというふうには思っていますけれどもフィロソフィーあの生き方っていうのはそんなには変えられないだろうと思っていて。あのうん これれさえ失わなければ日本航空もっともっとあの新しいチャレンジをやっていくことができるんじゃないかなというふうに思いますけれどもねそういう会社に、まあ、井上さんをはじめわずか本当に数人の方々が乗り込んで、まあ、みんなの協力を得ながらですがこういう結果を成し遂げられたんですけどその改革今回のこのビデオをご覧になっている方で。 さまざまな改革をしないといいかなっていう人たちがいらっしゃると思います。その大事なところ、基本的なところを最後にお聞かせください。あの稲盛さんそのものなんですけれども、あのやはり意識改革、意識変えないと何やってもダメだと思ってます。それからあの業務と組織の改革、あの自分たちの業務は何で。 それから組織はどうあるべきなのかっていうそこから見た改革とそれから最後は制度の改革ですねあのいわゆる経営のシステムを変えるそれからまあ人事のシステムもそうですけれども人事の仕組みを変えてやるあの日本航空も今日はあまりお話ししませんでしたけど私の担当でもなかったのでやっぱり人事の制度の改革っていうのも やはり同じように並行で進めていって初めてあの痛みはあの伴いますけれどもやはりそれをあの自分たち自らでやっていくことあの稲盛さんが行って変えたんじゃなくもしくは稲盛とその仲間が行って変えたんじゃなくてやはり日本航空が 自ら変えていったっていうふうに我々はその職場でしかなかったんじゃないかなあのどういうふうに変わりたいのかってこうやったら変われるよくらいでしかなくって実際自ら変わっていったのは日本航空のあの社員の皆さんだというふうに思っていますはいでもまあその職場は大変な職場だったと思いますし今おっしゃったその意識改革をはじめとする三つの改革は きっとあの足し算ではなくってそれこそあの掛、うん、け算稲盛さんのその掛け算のプラスマイナスのっていうそこですかね。あのおっしゃる通りだと思ってます。あのフィロソフィーだけやっても経営って絶対良くならないあので制度変えないと良くないし逆にフィロソフィーだけやると社員の皆さんは違う制度だよねって不満しか持たれませんので。 同時にそれをやってていいいくくこととがすごく大切かなううふうに思っていますあのそれをやるやっぱり文化風土っていうものをいかに作っていくかっていうのがやはり大切です日本航空の場合にはやはりお客様を大切にするそれから安全をあのとにかく大切にしていくっていうことがあのすごくベースにあったのでそういうまあ 企業風土企業文化だったのでそこにあの、まあ、フィロソフィーであり経営理念でありっていうものを入れてそれを浸透させてあとは経営システムとして部門別採算制度だとかそういったものをあの入れていくことによってこう大きく変わることができたのかなというふうに思っています。ししかし、まあ、飛行機は離陸する時が 燃料もいいっぱい積んでますんで一番パワーがいる、ね、もう今巡航高度まで行ってるところから振り返るっていの今のお話ですけどやっぱり <laughs> あの重い機体をちゃんと揚力つけて <laughs> 飛んでいって最初の3分が一番事故が起きるっていう <laughs> そういうクリティカルミニズのところを <laughs> やられたわけですからねうんそうですね。 もう本当に日本航空に来いって言われた時にまあ森田に「はい」と言うしかなかったんですけれども「はい」と言って家に帰って実は家内に「いや JAL に来い」と言われて「あのこれ日本航空が二次破綻したら俺も京セラやめるしかないから」 あのその覚悟だけはややっっぱりやっていきましたあの突然ですよねせっかく見た再建できて <laughs> ラッキーと思って左うちかなと思って思ってた瞬間にもっと重たいテーマが来たってあの神様は非常にあの冷たいなと思いつつんで俺なのってこう思ったんですけれどもまあ逆に。 あのチャンスいただいたなっていうふうに思っています。こうジャルを離れる時京セラから行かれた皆さんで何かこう一緒に食事をしたりとかお疲れさんみたいなことはあったんですかはい、あのー、実はあの、まあ、稲盛さんは、えー、名,誉名誉顧問かなんか日本航空あの名前だけはしばらくね。で、えー 森田太田っていうのはほとんどもう日本航空に出なくなってまあそれでも競争ラコミュニケーションシステムの,あのコンソル部隊はずっと JAL のコンソルをやってましたんで時々はお会いしてたんですけどあの私が最後に日本航空の,あの役員を降りるときにえ京都で稲森さんが「今日は俺が怒ってやる」って言われてあの森田太田と米山とあの。 井森さんと四人で食事をいたしました。<laughs> その次はどんなお話が出たんですか。いやまあいろんな話をしながらあのでも一貫してもう前から言われてたんですけれどもあのいいかお前たちが改革をやったわけでも再建やったわけでもなくて。 日本航空の社員が全員が力を合わせて再建を果たしたんだから、あのそこのところは絶対にあの吐き違えたはならぬっていう話がやっぱり多かったですね。あとはまあいろんな話をあのしましたけれども、あのこのジャルの再建だけでなくまあ。 さまざまな企業の、まあ、再建というかあにあたってこられて今課題を抱えているあるいはこれからリーダーや経営者としてやっていかれる方に米山さんからのメッセージ経営ということは仕事をするということはこういうことですよと、まあ、我が子を諭すような意味合いでお話し最後にください。あの そうですね私はあの経営っていうのは難しくない難しいけれども難しくないと実は思っているんですねそれはもうあの売上を最大に経費を最小にっていうことをこう心がけていけばいいんですけどベースにあるものは何かっていうと自分と一緒に働いてくれる社員にいつも向き合って社員のことを考えて 仕事をするということ、それからあのお客様に当然向き合うということ、そしてあの大切なのはあの自分自身の経営に対するポリシーをあの基本的には変えてはならない。でこれがふらついたときに社員もお客さんもあのきっと離れていくんだろうと思うんですね。ですから。 あの稲森さんはもう一貫してやはり自分のポリシーと経営のスタイルってお変えになりませんでしたねこれを変えるっていうことはやはりやったはならないこれはあの雨化計入れてるとか入れてないとかじゃなくて自分があの構築してこられた経営の,あの理念とそれから経営の仕組みっていうのは変えてはならない。 いろいろ世の中からこう批判もあるかもしれませんけれどもあのシステムは表面上は変えたらいいけれどもシステムには必ずあの思想があるって我々はあの入社した頃教えられたんですがあの思想って何ですかっていったらやはりあの経営理念であったりフィロソフィーであったりっていうところをベースにどんな仕組みもこう作り上げてきてますから。 そこを変えてはならないっていうことだと私は思っています。であの経営者もよく言うんですけれども二通りあるとあの創業者とそうじゃないものと。であの創業経営者のいいところも確かにあります。だけどサラリーマンの経営者っていうのはやはり経営を永遠とつないでいくトップですからこれはこれで。 すごく重要な役割をされていると思いますし。その時に一番大切なのは。あの次の世代を作っていくこと。次の経営世代をしっかりつく、あの作っていくっていうことが。やはり一番大切だというふうに思っています。あの、そんなとこですかね。はい。<laughs> もう一度生まれ変わって、京セラから。じゃるいってっていう人生を選びますか。 うん、もう一度生まれ変わってですか、うん、きっと選ぶんじゃないですかねも,もっと過酷なものを選ぶかもしれませんね。<laughs>